会議の話だから次も。次は12話から引っこ抜いてきました。会議の場では積極的、まさにお二人が言ってたことですね。あ、これもせっかくだから読んでもらおうかな。お願いします。私は女性役の方を読みます。Well, we ought to make more... What is that? Well, we ought to make more than that item... 失礼しました。もう一回。書くの難しいですよ。Well, we ought to make that item more of a priority, shouldn't we? Because thinking about it... Well, I see your point, but I'm concerned about...Well, what if we change the schedule, if we did that? ありがとうございます。毎回すごく白熱するなみたいな、パラ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 って進むわけですよ。はい。実は私も意見があるんだけど、ってパラパラパラ、人の話を遮りたくないし、彼が話し終わるのを待とうってなりますよね。で、ということですって、終わったって言って、って言うと、いや、しかしそれはって始まる。つまり僕は、ちなみに私のチームではそのすなわちみたいな感じで終了。今日の議題は全部話したね、じゃあ解散みたいな感じで また空気になってしまったってなって、エンジョイ青いです、青いは何か意見はないのか、あったんですけど割り込めませんでした。割り込む、言いたいことがあるならいつでも言えばいいのにってなって、直子さんが、ジャック、日本人の多くは他人の言葉を遮るなって子供の頃から教わっているのよっていうのが私もよくあります。はい、みんなすごいんですよ、まあ、特に本社の会議とかもプルプルプルってなんかね、すごいの、もう絶対なんか割り込む余地がないっていうか、こう、まあ、なんか日本人共通のプロトコルとして沈黙を待つじゃないですか。そうですね、沈黙があって、あ、今喋っていいみたいな感じになって沈黙を待つんですけど、沈黙待ってると永遠に来なかったりするわけですねっていうのをロシルさんが喋ってくれます。そうですね、はい、確かに外国人は特に、はい、アメリカ人は特に早口ですけど、お互いに遮ったりしますね、まあ、先ほどのダイアログのようにまだ終わってないところでまだ話したりとか、そうすると本当にシームレスになって、沈黙の部分がないので、日本人が待ってる信号はなかなか出てこないんですね。ですから日本人の方から積極的に遮っても声を出すことは非常に重要ですね、まあ、そのための表現は次のページにありますけど、はい、May I say something? とか I'd like to comment I have something to say May I have a turn? I'd like a chance to speak。 でもこういうことを言うときには、まあ、手を触れたりすることでもいいですね。あるいは、まあ、これは頻繁すぎるスカートはおかしいけど、時々本当にみんなの注目を聞きにくい時には、アメリカのフットボールのタイムアウトをしたりとか、あるいは立ってホワイトボードに行く、なんか動くことによってみんなの目が来るので、発言のチャンスも二のものになりますね、はい、もっとあるね、はい、そうですね、はい、そしてもう一つは会議のことなんですけれども、外国人が日本人と一緒に働いて困っていることのリストによく出てくることは、会議の最後には何を決めたかとか、次に何をするべきなのかは曖昧で、次のステップは何なのかは分からないということはよくありますので、よく日本人同士では空気を読んだりとか、なんとなく分かりますけど、外国人のためには明白にしないと誤解してしまいますので、こういうような言葉を使うことをお勧めします。例えば、Let's confirm what we decided today. To recap, the action plans created in this meeting are To reconfirm, the next steps are あるいは、Here are the tasks assigned to each person to do before the next meeting. 何か次のステップを明白にしますことは非常に大事ですね。はい、私マイクロソフト入社しても3年が経ったんですけど、今まで一度もネクストステップが決まらなかった会議はないです。いや、もう当然だと思ってたんですけど、これを言うと驚かれることがちょいちょいあって、普通の会議ってそういうものじゃないんですか？いや、わかんない、ロシルさんコンサルだからいろいろ。そうですね、まあ、よく顧客の方からそういう悩みを聞きます。ちょっと日本人の方から明確にしたつもりなのに外国人にはうまく伝われていない、
ことがあると思いますね。そしてもう一つは、会議はすごくうまくいって、相手は賛成しているようです。でも全然そうじゃなくて、でも先ほどの相槌のことで、はいはい、まあ、やすやす言ったから、外国人は賛成したと思ったりとか。ああ、それね。それもありますね。はい、あります。あの本社との電話会議で、なんか言ってて、私が日本側一人だけだったときに、すごくこう反論したいことがあったんですよ。でもそれがこうバッと英語で出てこなくて、まあいいかって思って、OK みたいな。言っちゃったこと、多分それだ。ああ、そう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 。よくない、よくない。お二人は何かあります？さっきのロシェルさんの英語は、正直僕も使いたいです。あの多分日本に長くいすぎたせいかもしれない。まあ、あとニュージーランドって、平和なちっちゃな島国で、なんかアメリカ人とオーストラリア人相手に、あのよく会議の話はご飯の取り合いみたいになっちゃうんですよ。丁寧で後ろを待つ人何も食べ物もらわないみたいな。正直あのいつも僕もだってスキムを待って入ってで、あってで人始まるとじゃあ待ちますとかで僕でもしますよって悩みますよこれ。で僕もこれ使いたいですよ。本当これ英語だけじゃなくて文化で難しいですね。でも僕個人の場合は同じ悩みして多分行動は帰化したので。あのあとかって、まあ、あと僕は目を合わせる。あの特にそういうあの感じしてる人に、感じる人にちょっと目を合わせて、ちょっと次俺ってかみたいな通りしますけど。それも効果的ですね。本当難しい。あの全然あのそれさっき空気読むことを期待しちゃいけない話って本当あの全然周り気にしないで自分の発言を押し付けてる人がよくいるんですね。特に英語圏の中でも。まあ、僕の経験ではオーストラリアとアメリカは特に気が強い人が多いんですね。難しいよ、負けないように頑張りましょう。はい、じゃあ次行こうかな。